どうも、ナスビーです。世は大増税時代、お財布も心もどんどん貧しくなる日本社会において、我々はいつ職や家を失い路頭に迷うかわからない。そこで今後のためにホームレス生活を体験できる本作、バムシミュレーターをプレイしていく。ちなみに右でウインクしてるキュートな紳士が主人公。今素敵な美声を披露しているのも多分この人。モノホンの弱者男性にもかかわらずこの笑顔である。彼なら今の日本社会でも強く生きていけるだろう。まあ舞台はどう見ても日本ではないが気にしない。というわけで難易度選択に移る。タグがそのままなだらしねえローカライズなのは仕様。選択できるのは通常モードと高難度モード。そして優しさに満ちたあったけい世界になるピースフルモードがある。ホームレス体験なのにぬるいこと言ってんじゃないわよ。高難度でやらなきゃ本職の方に失礼でしょ。なんですかこのミニスカポリス。そそる要素しかないはずなのに何かがおかしい。おはようございます。おかげさまで今日も快眠です。なんか呼ばれてる。初手から相棒を呼びしてくるやつにろくなやつはいない。ひどい目に遭ってるのどう見てもあんたでしょ。こいつは荷物持ち兼移動用のシャベルショッピングカート。最高の相棒とか自分で言っちゃう自己肯定感の高さが魅力。悪の器用に改造手術されてこうなった的なこと言ってる。この世界にもビッグモーターあれば高価買取してくれたかもしれないのに。そして主人公もついでに脳が半分くらいカットされてるらしい。言動がだらしないのは多分それの影響だと思われる。この世界の人は優しいのでだらしねえ言語能力でも通じる。とりあえず腹を満たせというチュートリアル。どのゲームでもありがちな処方だが、このゲームでは食料は基本的にゴミを漁って手に入れる。脳が半分カットされてるおかげで賞味期限とか無視できる。頑丈な消化器官はホームレスの必須アイテム。何事も体が資本なのはどこも同じ。というわけでゴミ漁りスタート。お上品に漁るも蹴り飛ばすもあなたの自由。ホームレスにモラルを求めること自体間違ってる。期限切れのパンといえば聞こえはいいが、カールがカビの生えたパンとか余計な情報付け加えてきた。なおホームレスはカビを消化できるので副作用はない。今度はゴミ箱を蹴り飛ばせという指示にランクアップ。ランクダウンの間違いとか言ってはいけない。人間としてのランクが下がるほどホームレスのランクは上がる。最初から蹴り飛ばしてるので今更ためらう理由もない。誰だよリンゴの芯捨てたやつ。今この瞬間もアフリカの子供たちと私が飢えてるんだぞ。食品ロス対策への意識は人一倍高い。これでゴミ箱蹴り飛ばした罪はチャラになった。そもそも人に見られてなきゃ大丈夫ってカールも言ってる。今度はゴミ袋を分からせろとの指示。つまり袋の縛り方がだらしない人への啓蒙活動ということですね。ちゃんと縛らないとこうやっていたずらされるから気をつけなさいよと。意識の低い私でも意識改革の一翼を担えることに喜びを隠しきれない。そして見つけたジャンクはカートにぶち込む。相棒はゴミを俺に投げろと命令してくるただの変態だった。しかもぶつけられて喜んでる。やはり相棒というポジションはどこかずれている節がある。今度はゴミ山漁り。この数分でどんどん人としてランクダウンしていく。しかもチュートリアルなのに何の成果も得られない。こうしてホームレス生活の厳しさを序盤から突きつけてくる。しかし相棒がやたらあったかい。どう見てもそっちの方がひどい目に遭ってるのに、脳が半分カットされた程度で済んでる私を全力で甘やかしてくれる。お前を死なせはしないなんて人生で一度は言ってみたいセリフ上位に入る。俺のものはお前のもの的な逆ジャイアニズムしてる。しかもカビ生えてないパンとオレンジジュース。お前こんな真っ当な食べ物持ってるのにゴミ漁らせたのか。やはりどこか畜生を感じる。Okay, pal, if we want to get my body back, and your brain, then we need your special powers.
脳が足りてないのこいつな気がしてきた。要するに私は鳩の使い手ってことらしい。しかし肝心の鳩はこのだらしねえ小屋から誘拐されてる。自分の面倒もろくに見れないのにペット飼うのがそもそも間違いかもしれない。誘拐したのはバグとかいう不老者ギャングの集団。それに対し私たちは通称クリープ、ライトサイドとダークサイド的な感じ。ホームレスの時点で全員ダークサイドに落ちてるとか言ってはいけない。いいホームレスもいれば悪いホームレスもいるんだよ。というわけで鳩の情報を持つ仲間の元へ行くことになった。カールを手押しすると普通に走るよりなぜか加速する。デッドライジングでもそうだったので、カート使いの間ではきっと常識なのだろう。この状態だと通行人にタックルできるのも向こうと同じ。そしてバグとクリープの違いは仲間を売るかどうからしい。要するに心までホームレスになるなってこと。これカールは押せと言ってるが、アクション的には乗ってることになってる。ちょっとそこのポリスメン邪魔よ。ショッピングカートはどこ走ればいいのかちゃんと法律で定めてくださいよ。勝手に自走するカールを原動機と定義すべきか曖昧なのよこれ。ホームレスが多いのもショッピングカートに不親切なのも政治家の怠慢というほかない。このゲーム一応メインクエストあるので、最終的にはカールとバムおじさんが救われるのかもしれない。人様のことディスれる顔じゃないだろあんた。お前の方がよっぽど面白い顔してるぞ。なんでホームレスの鳩が誘拐されたことが街のホットな話題になってるのよ。ホームレスへの関心度高すぎだろこの街。そして情報欲しければ10ドルよこせとか抜かす。むしろ10ドルぽっちでいいのか。専用主婦のランチ代にすらならないぞ。交渉拒否するほどの額でもないだろうに堅くななおじさん。今の私が金を稼ぐ方法はかなり限られてる。その代表的な方法をカール先生が教えてくれる。おい右端見切れてるぞだらしねえな。見切れてるのは脳みそだけで間に合ってる。カール先生の古事記講座終了。要するにハートに響くメッセージを添えて通行人に迫れってこと。このメッセージは定型文の類でなくフリーハンドで編集可能。ただ金をくれと書いても芸がない。大事なことは短くシンプルに、それでいてハートに響く印象的なものにしなければならない。というわけで半分しかない脳みそで考えた結果こうなった。これなら支払い義務から逃れられないはず。今後とも日本ホームレス協会をよろしくお願いします。一度家に上がったらこっちのもんですよ。集金力とはフットワーク。一瞬でもドア開けたら足挟んででも入らせていただきます。とりあえずあんたからだ。あんた電波受信してるでしょいろんな意味で。ネームド個体だからってこの集金力から逃れられると思うな。今回は見逃してやるが必ず絞り取ってやるからな。ここからが真の第一村人。しかしこの人からはこれ以上奪えない。理由は言わずともわかるだろう。ああいう人から絞り取るのはダークサイドに落ちるのと同義。持たざる者は集金対象にしてはいけない。46セントくれた。このカモいけるぞバイプッシュだ。お前やってはいけないことをしたな。金でしか価値を測れないかわいそうなやつだ。お前の言う無価値の価値を分からせてやる。先に殴らせてやったのにこのざまかスーツ野郎。ポリスメン早すぎだろこれが先進国の洗礼か。公務員は国民のサンドバッグになるのが仕事だろ。お前ら何真面目に仕事してるの。怠けてないだろぶっ飛ばすぞ。お前らが頑張りすぎなんだよ。いやそもそも私ホームレスだし税金納めてなかった。公務員ディスる資格1ミリもなかった。順調に公共の敵とかしてきてる。あのポリスメンに背後から分からされて腹が減ったので、破壊行為に見せかけた食品ロス貢献で好感度を稼ぐ。よく見たらゴミ袋も異次元に消失してる。これ散らかしてるようでむしろ掃除になってる。私の足は世界のゴミ問題を解決する足がかりになるかもしれない。足だけに。1ドルもくれたぞバイプッシュだ。ありえないとかぶっ飛ばすぞ。
こちとらのうみそ半分なんだぞ。いやダメだ、この人からは絞り取れない。このラインが私の人間としての境界線だと思ってる。おい、資格から出てくるのやめろポリスメン。税金払ってないけど仕事しろ。カール、お前真顔で迷惑行為するのやめろ。いや、カートだからシャドウにいるのは何もおかしくないか。横断歩道でちゃんと一時停止してるだけの話。この街のゴミ箱は栄養豊富で助かる。お前らの食品ロス意識が低いおかげで私が食いっぱぐれない。なんだこの人、見た目に反していい人か。すごい額くれたぞ。しかしバイプッシュはやはり通らない。仏の顔も一度までか、お前ら。それとも NHK という悪魔の三文字のせいか。ある意味最も通報しやすい身近な存在だからか。集金したお金でアイス食べたいがまだ追ってきてるぞ。ホームレス絶対殺すマンになってる。仕方ない、受けて立ってやる。ここならポリスメンも介入してこない。だらしないにも程があるだろお前ら。あと私保険入ってないから自分の保険で直してね。というわけで集金再開。目標の10ドルノルマも割とすぐ行きそうだ。Get your lazy ass out of my face. It's the least I can do. ダメだこの人からは絞り取れない。お仕事中失礼します。いやこの人もしかして集金対象外か。ヘルメット脱がれたらダークサイドに落ちるかもしれない。この人も対象外かもしれないがまだセーフ。仕事忙しいアピールかこの野郎。こちとら働き口もないんだぞ。おい、対象外多すぎないか、この街どうなってんの。ロスするのは食品だけにしておけよ。頭部の尊厳ロスしてる人多すぎだろ。あんたの下島優勝してやりたいよ。I'm really sorry, I have nothing on me.謝って済むならホームレスいらないんだよ。私の貴重な時間を奪った罪を償ってもらう。なんであんたまで必死で逃げてるの。おい、そっちはあかん。あんたも脳みそ半分カットされてるのか。いや、頭冷やして冷静になったか。さすがにこれは私のせいじゃないだろ。彼はきっともう助からない。せめて彼の金だけでも救おう。お前、自分の状況わかってるのか。NHK に金渡すくらいなら死を選ぶようだ。おい、あんた大丈夫か。吐き出すのは金だけにしといてくれよ。いや、何事もなかったかのように渡されても逆に困る。何この人、 NHK に全く動じない。これは踏み倒し慣れてる顔ですわ。 Sure, I can spare some cash. おい、なんか絡まれてるぞ。何もしてないだろポリスメン、早く来て。怠け者とかうるせえ、ぶっ飛ばすぞ。私以上に必死に生きてる人そういないだろ。さっきのは私じゃなくてポリスメンが怠けてたせいで起こった事件。いやダメだこの人は対象外だ。頭頂部の尊厳を失ってなお輝き続ける。嫉妬ですか、嫉妬なんですか。いや待て、この人も対象外だぞ。尊厳を守る戦いが彼の頭頂部で繰り広げられている。なんでこんなに対象外が多いのか。まだ半分しか集まってないぞ。嫉妬ですか、嫉妬なんですか。ここからは目標額まで集金ダイジェストでお届け。10ドル集める大変さを見ていてほしい。Hopefully that's enough. Take care of yourself, okay?Sorry, I don't have any spare change. Every bit helps, right? Sorry, forgot my wallet. I'd like to help, but I don't have any cash. I don't have much myself. Tough times, eh?Here. Good luck. Great work, pal! やっと集まった。大事なのはとにかくアタックしまくること。栄養と同じですよ、フットワークが大事なんです。というわけでさっきの電波おじのところに戻ってきた。10ドル集めるのに半日かかったぞ。路地の奥にいるってすぐそばじゃねえか。このおっさん分からせて先進めば10ドル節約できたのでは。そして私の鳩どんだけ大事にされてるの。一緒に檻に入るってどんな警備だよ。
人様のもの取っちゃダメでしょ。小学校からやり直せ。そしてうちの鳩泳ぎ良すぎか。さすがピジョンマスターだ。鳩をここまで飼いならすとは。自分の面倒は見れないのに鳩のしつけは行き届いてる。こいつにも礼儀ってものを教え込まなきゃならない。こんなのチュートリアルの前からすでに使い倒してる。しかしここまで封印してた奥義もある。私のおしっこは一味違うぞ。何せゴミみたいな食べ物をさらにろ過した特別性だ。しかも段数無限で自在にコントロールできる。ホームレスにはホームレスの戦い方ってものがある。誉れはなくとも美学はある。人様の鳩を誘拐した罪は高くつくぞ。まあこれに懲りて二度と悪さはしないだろう。この男の尊厳を根こそぎ破壊するのだ。さて私のもう一人の相棒を助け出すとしよう。Right now this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Or her. Jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker than usual. 今度はピジョンレディーとかいう謎ワードが出てきた。鳩胸のレディーってことですか？そういう意味だと助かります。Let me go! 当選簿がパワープレイすぎるだろこの人。それあんたも高確率で自爆するだろ。そしてどんだけ私の鳩欲しいの。泳ぎいいだけでただの鳩だろ。いやただの鳩じゃなかったですわ。ただの悪質タックルだろこれ。やらなきゃ意味ないよって私が指示出すやつでしょこれ。つまりこういうことですか。責任の取り方なんて知らないですよ。自分の面倒も見れないんですから。そりゃこんなことできたらギャングに警戒もされますわ。最悪鳩が勝手にやったって言えば罪に問えない。そういう意味でも悪質。鳩に優しい爆弾とかちょっと何言ってるかわかんない。さすがに神風タックルは言い逃れできないだろ。というわけでぶっつけ本番。やらなきゃ意味ないよ。これは正当防衛ですね。間違いない。今度は上に座れとか言ってるぞ。お前さっきは押せって言ってただろ。どっちなんだ。まあいいかピジョンレディーにタックルしに行こう。Pigeon lady and you go way back. You wouldn't get your special pigeons if it weren't for her to teach eggs. You haven't visited her much lately, though. I hope she didn't forget you. She can be a little weird sometimes. Well, most of the time, actually. Okay, all of the time. Still, she shouldn't refuse to help a pigeon in need.私は座ってただけなので通行人にタックルしてたのはカールだから、責任の所在は最初にはっきりさせておきたかった。Uh-oh. It seems we aren't the only ones paying a visit to the pigeon lady. どうやら私の鳩を誘拐して勝手に売りに来たらしい。あとあんたにだけはイカれてるって言われたくないと思う。どう見ても出演作品間違えてる。フォールアウト76とかどうですか？みんなあったかくて過ごしやすいですよ。あんたより素敵な格好してる人だらけなんですよあそこ。そしてあんたと違ってみんな心に余裕があるんですよ。さあ悪質タックルの時間ですよ。おいへっしょワンパンかよ。あいつらがうちの鳩欲しがる理由がわかった気がする。なんだお前ら一定エリアから出られないタイプか。殴らなくて良くなったおかげで一方的にタックルできる。どうやらパンピーは3タックルで分からせられるっぽい。おいポリスメン何スルーしてんの。お前らギャングのいざこざには不介入なのか。今の状況だと私の方がよほどポリスメンだぞ。Nope. おい神回避するのやめろ。そしてポリスメン二人目。ダメだこの街の司法は腐ってる。私から手を出すと全力でボコリに来るくせに。私が絡まれた時は全く助けてくれない。あとは76だけ。さすがに見た目通りタフなスペック。頭に悪質タックルされても膝に鳩を受けてしまっても立ち上がってくる。今の引かれてたら過失割合私にも来るんですかね。いや後続車が思いっきり引いてくれた。そのタフさなら76でも余裕でやっていけるはず。今引かれればアパラチアに転生できるかもしれんぞ。やっと分からせた。しかしこんなのを歩道に放置してたらパンピーに迷惑がかかる。
戦いの後始末は勝者に課せられた義務。悪いが手厚く葬ってやれるほどの義理はないんだ。今回はガンジススタイルで行かせてもらう。この人べくれてそうなので海洋汚染がやや心配ではある。まあ直ちに影響はないはずなので大丈夫。ついでに私の処理水も海洋放出しておこう。ではピジョンレディーの末見せい。Go on, I'll stay on the lookout in case more bugs show up.だからあんた人様にとやかく言える外見じゃないだろ。あんたの方がよほどスピリチュアルな見た目してるぞ。お邪魔します。ピジョンレディーさんがここにいると聞いてきたんですが、いらっしゃらないですか？おそらく豊満なハトムネレディーだと思うのですが、いらっしゃらないですか？ちょっと何言ってるかわかんない。脳みそ足りてた頃の私、こんなのと友達だったのか。ピジョンレディーってそういう意味ですか？そうですか。It used to be so huge. Now it is so small. I'm talking about its spirit. It's tiny and scared. Poor thing lost its home. Got separated from its master. It's held hostage. However, all is not lost. With enough rest and care, its pigeon spirit will become big and strong again.You need to rebuild your pigeon coop. Only then will you be able to bring your birds back to their full potential. Unfortunately, I can't help you with this quest, as it requires parts and skills beyond my reach. However, my winged friends whisper something about a certain entertainer and his scrapyard. He might be able to help you.I'll mark his whereabouts on your map. Please, visit me whenever you need seeds and gifts for your precious pets. Now go. Build the coop. In the meantime, I'll send out my friends in search of your lost birds, free of charge, for all time's sake. あなた見た目で損してるってよく言われませんか？そのピジョン脱げば普通にいい人になると思うんですよ。カール査定だと退屈な人とか言われるでしょうけど、別にいいじゃないですか。むしろショッピングカートにディスられたことを怒るべき。というわけでホームレス生活1日目はこれで終了。次回に続く。ご視聴ありがとうございました。